正しいヒットのタイトルでメッセージを伝えます。今日の聖書箇所は、創世記6章5節から9節までです。はじめに日本語でお読みいたします。創世記6章5節から。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆、いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ、家畜や這うもの、空の鳥に至るまで、私はこれらを作ったことを残念に思うからだ。しかし、ノアは主の心にかなっていた。これはノアの歴史である。ノアは正しい人であって、その時代にあっても全く人であった。ノアは神と共に歩んだ。アーメン。アーメン。주님께서는 사람의 죄악이 세상에 가득 차고 마음에 생각하는 모든 계획이 언제나 악한 것일 뿐임을 보시고서 땅 위에 사람 지으셨음을 후회하시며 마음 아파하셨다. 주님께서는 탄식하셨다. 내가 창조한 것이지만 사람을 이땅 위에서 쓸어버리겠다. 사람뿐 아니라 짐승과 땅 위에 기어다니는 것과 공중의 새까지 그렇게 하겠다. 그것들을 만든 것이 후회되는구나. 그러나 노아만은 주님께 은혜를 입었다. 노아의 역사는 이러하다. 노아는 그 당대 의롭고 흠이 없는 사람이었다. 노아는 하나님과 동행하는 사람이었다. 아멘. 아멘. 야사스. 에이, 야타스. 하이, 세계 중의 여러분, 아시테이마스. 온 세상 여러분, 사랑합니다. 今、変わった挨拶をしました。発音わかりませんが、やさすっていうのは、ギリシャ語で、こんにちはという意味だそうです。いやさ、안녕하세요。あ、にせよ。そうなんですね。今年は、ギリシャが、ね、日本との外交125周年ということで、今週ですね、先週ですね、日本の皇族のプリンセス、佳子さまがギリシャを公式訪問いたしました。もちろん、私は天皇制は反対でございます。天の皇嗣、ね、王子様はイエス様しかいないんですから、それはもちろん、キリスト者として当たり前なことだと思っております。しかしですね、平成天皇も令和天皇もですね、奥様は一般人でした。どちらもですね、美智子妃殿下、そして、雅子、まあ、皇后様でいらっしゃいますけれども、どちらもね、クリスチャンホームにお生まれになってるんです。そして、キリスト教の双葉小学校に行かれています。美智子様は、さらにね、中学校から大学まで聖心女学院でした。そして、雅子皇后様は、双葉学園で、高校まで行かれまして、ハーバード大学を卒業して外務省に入られたのは皆が知っている本当に有名なことです。その秋篠宮家、ね、佳子さまがお生まれになった秋篠宮家は、学習院のに一旦、まあ、小学校から入られて、幼稚園からですね、学習院でずっと行きましたけれども、大学ではですね、お二人のお嬢様を国際キリスト教大学に入れてくださったんです。長女の眞子様は、その大学の同級生と大恋愛をして、皇族離脱したのも有名な出来事でした。次女の佳子様は国際キリスト教大学で心理学を学んだそうで、まだ独身で今回十字架を国旗に挙げたギリシャを訪問したわけです。子供さんが勝手に教育を選ぶわけがありませんから、令和天皇の弟さんである秋篠宮殿下は、
反皇室信教へのお考えがもしかしたらあるのかもしれません。私も実は30代の時に、高級なキリスト教集会、ね、会費がいるような、キリスト集会で、昭和天皇の弟君の三笠宮殿下にご挨拶をさせていただいたことがありました。継承されている皇室のですね、神事と皇族、個人の信仰というのは別なものでありますけれども、その責任は重いです。今回、日本が補助金を出して存続を守ったというこのギリシャのですね、修道院に佳子さまが訪問してニュースになりました。実を言えば、修道院というところはですね、私が憧れているところで、本当は修道院に入ってですね、祈ってばかりの生活をしたいんですよ。ね、でもそれでは人に福音を語る私の使命というのは全うできません。ね、道で倒れてでもね、殉教してもいいと思っているものですから、今はそういう気持ちは一切捨ててですね、福音を語り、人が救われる瞬間のこの喜びに変わるものはこの世にはないっていうのを私は知っていますから。相変わらずもう本当に闇のような日本で、皇族の意思表明のために、さらにね、祈ろうとこの、佳子さまニュースを見て、思いました。そのいろんなネットニュースがあるんですけれども、皇族ニュースっていうのは国民がみんなに見るわけで。そのたんびに私も深く掘り下げて祈っております。そしてついでに見たのがですね、2024年度世界幸福度ランキングというものが出ておりまして、それを興味深く見ましたので、ちょっとお話をしたいと思います。はい、これがですね、ランキング1位から5位までを言いますと、フィンランド、デンマーク、アイスランド、スウェーデン、イスラエルでした。戦争前でしたので、ちょっと違うかもしれないんですけども、日本は51位で、なんと韓国が52位でした。どっちもどっちということですね。はい。ここまで言っただけでもですね、兄弟姉妹の皆様はすぐにピンとくると思うんですけれども、日本の未信者の皆様も聞いていますので、あえて言いますね。みんなこの1位から4位まで、国旗に十字架を掲げたキリスト教国なんです。もうドヤ顔で言ってしまいます。イスラエルは5位で、ユダヤの星ですけれども、今は戦争を始めて、ランキング外だと思いますけれども、1位のフィンランドは、白地に青十字、ね、今、出ております。なんて素晴らしいネット礼拝なんでしょうか。はい。デンマークは赤地に白十字。アイスランドは青地に赤と白の十字架。素敵ですね。はい。スウェーデンは青地に黄色い十字です。なんて素晴らしいんでしょうか。純潔の白、血潮の赤、光の黄色。ね。きっとどの色にも意味があって、国民性が込められているのかもしれません。このランキングでわかることは、私たちの国の位置ですよね。今やインターネット大国で先進国になった韓国、ね、そちら、経済大国だった日本、ね、どっちもどっちのこの結果、もう近いけれども、内容は同じではありません。申し訳ないです、並べてしまって。ね、どちらにも暮らしたことがある私は、そこのところはよく分かっております。キリスト教のリバイバルが起きて、教会だらけの韓国、もう日本の皆さんに見せたいくらい、もうずらずらと並んでる教会の街なんです。素晴らしいんですけれども、実は国家宗教ではまだありません。
政治団体にもキリスト教と名前のついた政党はないです。できたかもしれませんが、私は知りません。そして私たちの国、日本はまだまだ天皇制なんです。悲しくなるので、これ以上は言いませんけれども、生活の基盤に聖書がなければ、人々は幸福感さえ得られないということなんです。だね。どれだけキリスト教のが人類の人生に大切なものなんでしょうか。今日の聖書箇所は創世記の6章です。これがいつの時代であるかはわかりません。エジプト文明までが4、5000年なら6000年と捉えたらいいのか。何億年と生物学者のように数えたらいいのかもわかりません。人の寿命も長かった時代なんです。ノアという人はこの時500歳で3人の息子が生まれています。まあ、人間の現在の常識で考えないでくださいね。1997年に大ヒットした聖書の暗号という本を最近読みました。まあ、その1997年当時はですね、私は子育てと開拓伝道でもう手一杯で、聖書以外の本はもう嘘を書けば売れるものだと思い込んで、他の本はシャットアウトしてほとんど読んでいなかったんです。本屋やってましたけど。その本は神の存在も信じない新聞記者の方が、ね、アメリカ人です。コンピューターによって、ヘブライ語の原本聖書、モーセ五書から、現代に起きた事件の暗号を見つけ出して、いつとか場所とかですね、ヘブライ語が、数字も全てが文字ですので、それを打ち込んでですね、コンピューターからひたすらこの、数学者や国家元首を訪ねて、こんなようなことが聖書の中に予言されていたんだぞということを持って回った記録書なんです。まだ読んだことのない方はね、古い本ですけれども、興味があったら読んでみてもいいと思います。地球を作られた全能者なる神様を信じて、まあ、従い尽くしている私たちにしたら、まあ、当たり前じゃないの。神様いるんですからっていう話なんですけど、そのマイケルという記者は、神か、あるいは知恵ある存在が何千年前にいたのかと言って、まあ、ひたすら暗号の発見と事件を驚きつつですね、まあ、自分だけじゃなく、アインシュタインもニュートンも NASA の誰々も、同じ考えだったんだと書いていくわけです。その方が言わなくてもですね、ベストセラーにならなくても、当然、聖書は面白くて、興味深くて、そして無限の可能性を持った神の宝の山です。それらすべてに比べると、まあ、人間はクズで、塵に過ぎなく、ね、土けらから作ったんですから、虫けらのヤコブと呼ばれる存在なので、まあ、悟っている皆さんには、おかしな話かもしれません。でも彼がその、聖書の暗号という本の中で説明する中で、正しいのは確かに終わりの時代が近づいていて、コンピューターの開発で紐解けなかった部分も証明できるようになったし、伝えられやすくなりました。私たちののが一個多いんですけれども、今日のメッセージもですね、世界中どこでも聞くことができるようになったんですから、世界宣教はウェーブで、なぜここに、イコールが入ってるかわかりません。はい、ウェーブで、ごめんなさい。昨日いろんな事件がこのメッセージの間にありまして、構成ができておりません。はい。ね。今の現在、世界宣教は、ね、時間も距離も超えられるようになっているんです。本当に恵みの時代の説教者です。私たち、本当に感謝ですよ。でも人間というものを見ると、このノアの時代から
何も変わっていません。神様が作られた肉に過ぎない人間があまりにも勝手なので、寿命を120年までにしたと6章3節には書いてあります。確かに今の周りにそれ以上生きている人間を見ることがありません。すべてが聖書に書いてある通りの現実なんです。コンピューターがない時代から信仰者は神の言葉を聖書から聞き、生き方をイエス様の福音書から聞き、弟子たちに書かせた手紙通りに進み、ダニエル書から黙示録まで未来を予測してもらって、恐れおののいて、へりくだりつつ、天国を待ち望んできているんです。5節、6節をもう一度読みますね。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆、いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛めら。주님께서는 사람의 죄악이 세상에 가득 차고 마음에 생각하는 모든 계획이 언제나 악한 것뿐임을 보시고서 땅 위에 사람 지으셨음을 후회하시며 마음 아파 하셨다. 아멘. アーメンです。日本は今この通りだと思います。何千年前だろうと関係がありません。戦争でもないのに、日本で殺人事件のない日はありません。また自殺者ランキングは G7、先進7カ国の中で世界一なんです。こんな悲しい世界一がありますか？幸福度ランキング51位の日本で、ね、働きながら暮らしていますから、イエス様と同じように心を痛めて、私は今、日々を送っています。ノアの時代、心を痛めた神様は、悪いことだけに傾く人間を消し去ることにして、地球上を大洪水で覆ってしまいました。皆様ご存知のように、ノアとその3人の息子と妻たち8人だけが箱舟に乗せられて生き残ったわけです。この今出ている漢字の箱舟と書くと、ここは福岡なんですけれども、福岡では何十年前に有名な事件がありまして、異端の小さなグループが今も存在します。それで私は箱舟と書き直したいくらいなんです。8人の口と書く、ね、つがいの動物、さらに140匹も、ね、一緒に乗せたという大きな船なんです。小さな小さな、8人だけ乗せた、揺れて、こう、横に倒れてしまうような船ではないんです。ね。でも、この今、放送しています、ここから近くにですね、そのイエスの箱舟という異端のグループが出しているシオンの娘という酒場があるんです。電車から見えます。ね。お客、まあ、宣伝するつもりはありませんけれども、全然、なぜならお客様だけお酒を飲むらしいんですけれども、毒であるアルコールを飲ませてお金を取るっていうのは、私はキリスト教とは認めません。私もカフェをやりたいです、ゴスペルカフェ。でも、お酒を飲ますことは絶対しないと思います。神様の前に正しい人とはどういう人なんでしょうか。ノアは正しい人であってと9節に書かれています。8節には、主の心にかなっていたから選ばれていたと断言されています。その時代にあっても、全く人であったノア。その時代とは、今と同じ、地上に人の悪が増大した時代です。
しかし我々キリスト者は、この洪水の後に、神様が新しい地上を祝福なさって、人類を増やし、二度と大洪水で全ての肉なるものを滅ぼさないと、契約の印として虹を立ててくださいました。虹は同性愛のシンボルではありません。ね。私の教会の、マークにも虹をかけつけてたんですけれども、それで同性愛者を呼ぶのかって言って怒ってきた牧師先生がいましたけれども、本当に無知だと思います。ね、聖書を読んでない方、はい。ね、虹は約束の虹であります。生き物の中で鳥と人間だけが色を識別します。さらに人間だけが光の反射の中にも七色の虹を認識できるように神様はしてくださいました。どれだけ人間を愛していらっしゃるんでしょうか。現代もまた罪深い性質を持って生まれてきた人間に日々心を痛めていらっしゃる神様は終わりの時を備えておられます。その後に新天新地の千年王国をお作りになる計画がまだまだあるからです。マタイの福音書24章31節から37節に、キリストは終わりの時についてこのようにおっしゃいました。お読みします。人の子は大きなラッパの響きとともに、御使いたちを遣わします。すると、御使いたちは、天の果てから果てまで、四方からその選びの民を集めます。イチジクの木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって、葉が出てくると、夏の近いことがわかります。そのように、これらのことのすべてを見たら、あなた方は、人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。まことにあなた方に告げます。これらのことが全部起こってしまうまでは、この時代は過ぎ去りません。この天地は滅び去ります。しかし、私の言葉を決して滅びることがありません。ただし、その日、その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも、子も知りません。ただ、父だけが知っておられます。人の子が来るのは、ちょうどノアの日のようだからです。아멘. 그리고 그는 자기 천사들을 큰 나팔 소리와 함께 보낼 터인데, 그들은 하늘 이 끝에서 저 끝까지 사방에서 그가 선택한 사람들을 모을 것이다. 무화과 나무에서 교훈을 배우라. 가지가 연해지고 잎이 돋으면 너희는 여름이 가까운 줄을 안다. 이와 같이 너희도 이 모든 일을 보거든 인자가 문 앞에 가까이 온 줄을 알아라. 내가 진정으로 너에게 말한다. 이 세대가 끝나기 전에 이 모든 일이 다 일어날 것이다. 하늘과 땅은 없어질지라도 나의 말은 결코 없어지지 않을 것이다. 그러나 그날과 그 시각은 아무도 모른다. 하늘의 천사들도 모르고 아들도 모르고 오직 아버지만이 아신다. 노아의 때와 같이 이 인자가 올 때에도 그러할 것이다. 아멘. 아멘. 天地はここに書いてある通り、滅び去る日が来ます。아멘. 神様だけがその日を知っておられます。아멘. しかし、その前に、私たち神の子供たちは、軽挙されることが定められています。神のことは誰でしょうか。イエスをキリストと信じ、その時までキリストに従って歩んでいるものではありませんか。旧約も新約もですね、聖書66巻、ね、神の生きた言葉として精一杯読み、信じて、清く生きようと努力しつつ、天に上げられる時を油を備えて待つ者たちではありませんか。神様は皆様がそのように生きることを望んでおられます。아멘. 野原のように
神様と共に生き、御心に応えられる皆様でありますように、主の皆によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。仰ぎ願くば、我らの主、三位一体の神様の恵みと愛と栄光が、御前に頭を垂れている全世界の生徒の上に、今も、後も、とこしえにありますように。アーメン。アーメン。